本の首都東京。東京駅を中心に広がる日本経済を支える国際ビジネスセンター、大手町、丸の内、有楽町、このエリアを総称して大丸ユー地区と呼びます。江戸時代、大名屋敷として栄えていた当地区は、明治維新を境に官公庁街、そして陸軍練兵場などへと姿を変えます。その後、明治政府は草原となった当地区の市街化を決定。1890年、民間への払い下げによりビジネスセンターとしての歩みが始まりました。それでは、大丸ユー地区のビジネス面での優位性を紹介しましょう。まず、圧倒的な交通網、空港からのスピーディーなアクセス、東京駅を中心に数多くの鉄道、地下鉄が集積。これらにより国内、海外へのスムーズなアクセスを実現しています。次に、世界トップ企業の集積。大丸ユー地区にはフォーチュングローバル500に選ばれた企業が数多く立地。国内外の有力企業が集まり、アジアにおける経済のグローバル拠点となっています。世界中から優秀な人材が集まる大丸ユー地区。革新的な事業創造をサポートする快適かつ多機能なオフィス空間に加え、ホールやカフェなど町の各所で起こる多様な人材との交流が、新たなビジネスを創造していきます。そして、快適な滞在環境。最高のサービスを提供するホテルやサービスアパートメントは、短期出張やファミリー帯同の長期滞在にも利用でき、きめ細やかなおもてなしが受けられます。健康的なワークスタイルの実現。充実したジム、スパ、フィットネスクラブ、多言語対応のインターナショナルな医療サービス施設が、この街で活躍する各国のビジネスパーソンの健康をサポートします。充実した歩行者ネットワーク。各ビルや鉄道駅は大丸ユー地区全体に広がる地下ネットワークで結ばれています。地上の活気あふれる歩行者空間と合わせ、人々の日々の移動を一層快適なものにしています。芸術、文化、上質なファッションやグルメを楽しめる施設も数多く存在。加えて、通りやビルの広場では様々なイベントを実施しています。一歩足を伸ばせば、周辺の街で一味違った多様な体験も可能。街で得られる豊かな体験が人々の心に刺激を与え、新たなイノベーションを生み出していきます。これからも大丸ユー地区は進化を続けていきます。情熱を持った人々が集い、さまざまな価値観がぶつかり合う化学反応の中で、今まで想像もしなかったようなビジネスを生み出し、世界の豊かな未来を創造します。世界から選ばれる都市であり続けるため、大丸ユー地区は常に新たな価値を創造し続けます。多様な人々の交流と、そこから生まれる新たなイノベーション。この街は日本、そして世界のビジネスをこれからも牽引し続けます。